平均がいきましょう。よーし、対戦よろしくお願いします。おーっと、違う感じで来るか今度は。ただタスキじゃないよな。いや、これ耐えないぞ絶対。メガヤンはマジ強くない。みんなこの型を使えばいいんじゃない。みんなも真似していいよ、特別に。みんなみんなはいいよ、使ってもこれ許可する。ダブルメガネヤンマ、ダブルメガヤンマ、ダブルメガネメガヤンマ、いいよ使ってもみんな。あ、タスキか。頑丈じゃないんだね。ボディーパージ。おっと。石頭か。なるほどね。石頭でこれあれか。反動受けないから。ケッキングにどれくらい入るんだろう。てかケッキングそもそも抜かれてんのかな、これ。陽気 AS だからね。なるほどね。いいね。 95? ボスことだって意外と早いんだよね、素早さね。ラティオスか。これラティオスは勝ちかな、グライナで。ヤンマはそうだよ、95だよ、素早さ。まあまあ早いよ。ただなんか100ないのがちょっときついけどね。100のポケモンって結構多いじゃん。リザードン、爆風とか、フライゴンとか、あの辺。てか、強っ。一発か?ケッキング。これメガネだな、さすがにな、これな。さすがにメガネだと思うんだよな。お、こんばんは、初見です。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。メガネ流星群。まあまあまあ、勝ちでしょ。助けだからね。ギリギリ持ってかれなかったね。まあケッキング一撃はさすがにメガネだね。おい、ラティオス倒せないってマジか、マジか。ちょっともったより軽くないな。ラティオス一撃で倒せないのか、抜群で。いやー、対戦ありがとうございました。